どうも、りょうまです。今回こちらのゲームをやっていこうと思います。探し物は夏ですかっていう、なんかすごいね、おしゃれなタイトルのゲームなんですけど、じゃあ早速やっていってみましょうか。はじめから。これどういう感じなんだろう？なんだ？女の子。大嫌い。なんかすげえ始まり方したな。誰に向かって言ったんだろう？なんだ、夢か。まったく嫌な夢を。夢なんかじゃないわよ。こっち見なさい。あれ？これなんかタイトルにいたあれだよね。女の人だよね。目線上に向けるとそこには鬼が立っていた。すげえ言われ方。そんなおっかないの？この人。見た目なんか別にそんな感じしないけどね。え？え？これ何？どうすんの？これ。あ、来た来た来た。あ、なんだ。これはまだ夢の途中だったのか。安心して再び目を閉じようとしたところで思いっきり足を蹴飛ばされる。痛い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 。いた、いきなり何するんだ。これ主人公？空木恭平さんでいいのかな、これ。大声を出したせいか、後頭部にもズキズキと痛みが走る。そこに立っていたのは鬼ではなく、鬼のような形相の女だった。いや、でも別にそんな、鬼の形相っていうほどおっかないお顔してなくない？別に。いいから立てっつってんだよ、この変態。待って、この人めちゃくちゃエースだな。見た目的にすごい優しそうな感じするんだけどな。変態？声が。人は不思議にした挙句変態呼ばわりするとは失礼気まわりない。それにここは元原のばあさんの駄菓子屋じゃないか。元原さんっていうのこの人。変態じゃなきゃ何だってんのよ。痴漢、覗き。あ、なんかもうボロクソに言われてんな。おそらく初対面であろう人間に僕の性癖についてとやかく言われる筋合いはない。おそらく初対面ってどういうこと？どうしてこんなところにいるんだろう。ここに来る前僕は何をしていたんだっけ？え？どういうこと？どういうこと？ 2018 年8月7日。あ、しかも現実の、今あれ？今日自分がこれやってんのが8月の9だから、すげえ日にち近いな。早起きと長距離移動の疲れでつい眠り込んでしまったようだ。先ほどからポケットのスマホが震えている。どうやら最後の長いトンネルを抜けたらしい。それにしても気分が重い。これもきっとこれから向かう場所のせいだ。え、なんで？元原のばあさんには世話になったし、線香の一つ負けたいとは思う。あ、亡くなっちゃったんだ。きっかけは母さんからの電話だった。元原のばあさんが亡くなったの。橋爪久美子さん。すげえ名字だな。どうせ暇してるんでしょ？たまには顔見てに来なさいよ。両親の離婚後も母親とは比較的良好な関係を築いていたとは思う。だが僕にだって予定の一つや二つはなかったわけではない。結局は母の強引な誘いを断りきれず、こうして電車にいられているわけだが、あんな性格だから父さんともうまくいかなかったんだろうな。まもなく天川、忘れ物にご注意ください。天川ってすごいなんかいいお名前だね。お、お、すげえリアル。え、てか眩しすぎて見えないけど。中屋と電車で冷やされていたからだろうか。外気のまとわりつく夏に頭がクラクラする。土産を詰め込んだ荷物の紐が肩に食い込んでくる。おお、なになになに、携帯？改札をくぐったところで携帯が鳴る。きっと母さんからだろう。端に寄って荷物を置き、電話を耳に当てる。汗でディスプレイが濡れると滑って気持ちが悪い。もしもし恭平、迎えに行こうと思ったんだけど間に合いそうにないの。朝から警察や消防が大勢出動してるみたいで道が混んじゃってて。何事？悪いんだけど歩いて帰ってきてくれる？じゃあまた後でね。一方的に要件だけ告げ電話は切られてしまった。あ、お迎え来てくれないの？確かに先ほどから遠くの方でサイレン鳴ってるような気もする。ここから祖父母の家まで歩いて20分か。でもこの暑い時期に20分歩くって結構辛いよね。勘弁してくれ。両手いっぱいに荷物を抱えたままダラダラと歩き始める。駅前にタクシーの1台も止まっていないなんて。あ、タクシーあったらこういう時は使いたいよね。だから田舎町は嫌なんだ。先ほどから提灯がぶら下がっているのが目につく。え、提灯？え、これ画面に映ってる？全然わかんないんだけど。そっか、今は七夕祭りの時期か。こ
古天川町には田舎臭い伝統的な祭りが残ってあり、8月の頭から2週間ほどの間に様々な神事が行われる。あ、そうなんだ。旧暦の七夕に合わせて開催されるため、時期はその土地によってまちまちだ。今では最終日の花火大会が唯一の観光資源といったところらしい。あれ？ぼんやりと歩いていたせいで曲がる場所を間違えてしまったようだ。ああ、大変じゃ、こんな暑い時に。少し遠回りになるが、このまま駄菓子屋の方から帰るとしよう。駄菓子屋さんある？いいなぁ。あ、これがさっき出てきたあれか。元原さんだっけ？そこの駄菓子屋さん？変わらないなぁ。家主不在の駄菓子屋にはシャッターが下ろされていた。やってないんだ。なんだ？横の自販機でコーラを買い、古ぼけたベンチに腰を下ろす。あ、今あれか、コーラ買った音か。まだ元原のばあさんが亡くなって半年も経っていないはずなのに、閉店して何年も経ってしまったかというような妙な寂しさがある。岬に置かれた灰皿に雨水がたまに今にも溢れそうだ。どうせならラムネが飲みたかったな。ラムネいいよね。この時期のラムネとかめっちゃ最高じゃん。僕にとってこの駄菓子屋は社交場であり、この町の子供社会とつながる唯一の場所だった。生むしゃらない町の子と仲良く遊んでいたなんて、今の自分からは想像できない。自分がちっちゃい時でも、知らない町の子と遊んだりなんかしなかったな。すげえな。かなり社交的じゃん。シャッターに背を向け、ぼんやりと空を見上げる。中の駄菓子屋は手つかずのままなのだろうか。ふとそんなことを思う。確かに中どうなってんだろうね。ちょっと中を覗いてみよう。いいの覗いて。大丈夫？怒られない？あ、めっちゃあたりを探ってる。入り口付近を軽く見回してみたが、やはり施錠されている。そりゃそうでしょう。不審者に間違えられても困る。裏口ででも回ろうかと振り返ったところで、中から何か音がした。やだ。ちょっと怖い。なんか急になんかオカマチックになったな。やだ。思わずごくりと唾を飲む。物音を立てないよう気配を殺す。見ればシャッターには郵便配達用のポストが備え付けられている。知り合いの家だし、まだ夕方だし、そんなわけないよな。でも幽霊が夜にしか出ないなんていうのも本来おかしな話だ。残念ながら今回は好奇心に軍配が上がる。周りに人がいないことを確認して僕はゆっくりとポストを覗き込む。あ、そこを覗き込むってことね。足？あ、これさっきの人じゃない？その光景にまず頭が真っ白になる。あ、ここで覗いたのがバレてさっき変態だの覗きだの言われたってことかな。その光景に思わず頭が真っ白になる。女の子？これはどう見てもお着替えをなさっている。あ、お着替えをなさってるところを覗いたのは、それは変態言われるわよ。差し込むにしびれ照らされ、五光がさしているかのようだ。思わずしばらく見つめてしまったじゃないか。お、変態じゃないか、本当に。気持ち落ち着かせるために一度ポストを閉じる。あ、これで多分バレちゃったんだろうね。おかしい。いや。そんなはずがない。元原のばあさんの家だぞ。まだ49日も終わってないうちに誰かが住み着こうとなんてあるだろうか。家具の配置もばあさんが住んでいた頃のままだったし、駄菓子屋の陳列もそのまま。彼女は独り身で葬式も町内であげたほどの親類の線もないだろう。あ、そうなんだ。考えても拉致が開かない。もう一度中を覗いてみよう。これは決して先ほどの着替え姿が見られないからなんかじゃない。もし空き巣だったら通行の義務はあるし、街の治安のためには仕方のないことだとか言って、本当はちょっと見たいんじゃないの、このスケベ。決して卑猥なタイプの覗きではないはず。ちょっと自信ないじゃん、自分でも。ばあさん、ごめん。まだ着替えてんのかな？なぜか心の中で元原のばあさんに謝り、今一度ポストに手をかける。と、その時、あ、ここでバレんじゃない？電話？しまった！急いで電話を切り、ポケットにしまう。中の人間に聞かれてしまったかもしれない。これでバレたのかな？しばらく間置いてみたが、特に気配は感じられない。あ、バレなかったってこと？これ中から見てんじゃないの？改めてポストに手をかけ、ゆっくりと中を覗き込む。絶対見てるよ、これ多分。
ほら、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 音がしたから見たんだよ。キャー それは女の子からしたらそうなるよね。うわーお互いにめっちゃびっくりしてんじゃん。ガツだった。まさか向こうも同じ格好で覗いているなんて。思わずこの夏一番情けない声で叫びひっくり返ってしまった。そのままベンチに詰まっていて、その後はどうしたんだっけ。これでバレちゃったんだよね、多分ね。あ、これでさっきのこの場面になるんだ。その後は。はぁ、あ。だからベンチにつまずいて、出て行ってぶん殴るってやろうと思ったら伸びてたのよ。あ、気を失っちゃったってことをひっくり返って。そろそろ救急車を呼ぶつもりだったけど、目が覚めたなら警察ね。そうだよね。警察だ、雑多だよね、これね。え？あんたさっきこの穴から覗いてたでしょ。鬼のようだった顔を赤らべ恥ずかしそうに問いただしてくる。え、なんか急にあれじゃん。可愛い感じのお顔になっちゃってんじゃん。これは最悪の状況だ。このままでは通報されて最悪逮捕なんてこともあり得るぞ。いや、本当にあり得るよね、これね。田舎に帰省中の大学生、覗きの容疑で逮捕。最悪じゃん、こんなニュースになったら。学校も大学、お先真っ暗、痴漢冤罪のまとめ記事で見たような凄惨な人生を送る羽目に。ここはどうにかなだめかすかして切り抜けなければ。ちょ、違う、男児で覗きなんかしていない。変態、デバカメロ、ん？デバガメロ離婚野郎。どういう意味これ、どういうこと？恐ろしいまでの無別な目で冷たく睨まれている。変態はともかく、ロリコンとは失敬な。ってことはさ、だいぶ年下ってこと？なんか見た感じ、中学生ぐらいには見えるけどね。僕はあくまで、健全な性交中、性的趣向の範囲の中で楽しませていただいたに過ぎない。本当に誤解なんだ。久しぶりにこの街に帰ってきて、昔よく通ったこの駄菓子屋の様子が気になって、それで、わ、めっちゃ近づいてきた。それで覗いたってわけ？そんな苦しい言い訳で誰が納得するって言うのよ。すごい剣幕だ。思わず後ずさってしまう。確かに中を覗いたが、驚いてすぐに閉めたよ。思わず見とれてましたなんて言えるわけがない。これなかなか言い訳するの難しくない？そんなの信じられるわけないじゃない。考えてみてくれ。誰もいないはずの部屋に人がいたら普通驚くし、何より怖いだろう。それなのに冷静に着替えを観察するなんて僕にはとても、これ着替えしてるのを見てたって自分で言っちゃってない？これ。ほら、やっぱり覗いてたんじゃない。いや、一部事実は認めるが、覗いた動機は着替えを見るためだけではなく、中がどうなってるか気になったからだ。あくまでも偶然そのタイミングで君が着替えていたりすぎず、最低！私と目が合ったってことは着替えてるのを確認して、上でもう一度覗いてってことじゃない。でもそういうことだよね。こうしていられない。警察に連絡を。待て待て待て、本当に誤解なんだって。泥棒や物取りだったらまずいと思ってちゃんと確認しようとしただけなんだ。知り合いに家に知らない誰かがいたら不自然だろ。そしたら君と目があって驚いてつまずいてここにぶっ倒れていたんだ。まくし立てるように弁明し、僕は地面をペチペチと叩く。気づけば汗だくになっていた。お分かりいただけましたか？いや、これなかなか難しいんじゃないの、この人説得すんの。彼女は依然としてきつい表情で僕を睨んでいる。え、でも今別にきつそうな表情してないけどね。その迫力に思わず敬語になってしまう。不可定力でも覗いた事実に変わりはない。それはそうなんだけど、さっきも言ったがこれは防犯上仕方なく、ラッキースケベとでも言いたいわけ。たとえ知り合いの家でも勝手に覗くのは非常識よ。ラッキースケベってやべえな。それで反省してるよ。でも見たかったんだ。もう、戸原のばあさんが亡くなってからここの探しはどうなったのかなって。まあ、でもそれはね、確かに気になるよね。だったらちゃんと玄関から訪ねてきなさいよ。誰もいないはずなんだから玄関から訪ねてきても中には入れないだろう。確かに。まさか中でも女の子が着替えてるなんて。なかなか怒りが静まらない。ここは話題を変えてみよう。そうだね、その方がいいかもしれないね、これね。君は元春のばあさんの親戚か何か？そう、遠い親戚かな。やけに歯切れの悪い言い方だ。確かに、なんだろう、かなって。元春のばあさんが天涯孤独だった。
ちらりと彼女の表情を伺う。先ほどまでと打って変わってこちらと目を合わせようとしない。なんかあるんだろうね。お葬式も町内の有志であげたくらいでさ、随分と寂しいものだったらしい。本人からも今まで親類もいないって聞いたんだけど、女の子は気まずそうにそっぽを向いている。どうやら今度は僕のターンのようだ。なんかこの人もちょっと怪しいよね。まさか、本当に空き巣？違うわよ。盗みに入った家でのんきに着替えなんてするわけないじゃない。もう確かにそれはそうだよね。着替えを見られたことを思い出したのか、うろたえつつまた恥ずかしがっている。しめしめ、さっきのお返しだ。だったらしっかり説明してもらおうか。君は一体どこの誰でどうしてここにいる？ふん、決まった。よそどり彼女の表情が曇る。本当に空き巣なんかじゃない。親戚だっていうのは確かに嘘。え、なんで嘘ついたの？だけどおばあちゃんとは本当に昔から知り合いなの。この家に泊まってもらったことだってある。もともとこの夏はおばあちゃんの顔を見に来ようと思ってて、この家が空き家になってるってことは知らなかったの？まさかおばあちゃんが、それもこの町に来て初めて知ったのは、亡くなったの知らなかったんだ。でもどうやって中に？確かに。昔泊まりに来た時に合鍵の隠し場所を教えてもらってて、まさかと思って探したら鍵はそのままになってて、この町で他に行くあてもなかったから、いくら知り合いでも勝手に家に上がり込むのは非常識なんじゃない？確かに。これかなり言い返してるね。その点は反省してます。今度はなぜか女の子が敬語になっていた。え？チャイム？気まずい沈黙が流れる。カエルのチャイムにこうしてどこかで犬の遠吠えも響いている。ひとまずお互いの疑いは晴れたってことでいいかな。着替えを見られたことは事実です。うん、これは軽蔑来店で使うタイプの敬語だな。いつ頃からこの街に？おとといですが、何か。これでもかと言わんばかりのぶっきらぼうなお返事。そういえばさっき、久々に帰ってきたって言ってたわよね。ああ、この街に母方の実家があって今、さっき数年ぶりに帰省してきたところだよ。彼女は何も言わずに何やら考え込んでいる。あなた、逮捕されたくはないわよね。いや、そりゃそうだよ。逮捕は勘弁して。だからあれは誤解だって。何度説明すれば。じゃあ私のお願い聞いてくれない？え、何？止めてってこと？彼女は出会ってから初めてほんの少しだけ笑った。いたずらっぽく笑う彼女に、僕は不覚にも見とれてしまった。何のお願い？お願い？つい声が裏返ってしまう。今日来たばっかで、来たばっかりってことはまだしばらくこっちにいるんでしょ？花火大会くらいまではいる予定だけど、それはちょうどよかった。手伝ってほしいことがあるの。はい、ということでね、ちょっとお願いが気になるところではあるんですけど、キリがいいんでね、一回ここでね、終わりにしてね、そのお手伝いのね、内容をね、次回聞いていこうと思います。ということでね、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。